Richard Doty, an ex-senior staff at Area 51, testified to Area 51 in a book unacknowledged by Stephen M. Greer as follows. As to the window of an alien craft, he said, and it had these portholes that were almost fluid-like. You would look at it and it looked like you were looking through water. Again, and it had these portholes that were almost fluid-like. You'd look at it and it looked like you were looking through water. エリア51の上級スタッフとして働いていたリチャード・ドティはエイリアンクラフトの窓について次のように証言しています。それは液体のような窓であった。そしてその窓を通してみたら水面を通してみるかのように見えただろうと。広し林浜松市ジャパン。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描き残した絵画の何枚かの両端には奇妙な帯サッシュがあるのがわかります。この聖アンと聖母子の絵についてもそうです。両端に黒い帯のようなものがある点に注意してください。で、この帯は何かということですね。で、汚れでないことはその向こうの景色がややぼんやりと描き込んであるというところから区別できます。注意深くご覧ください。拡大してみます。その向こうの景色がぼんやりと見えるのがわかります。で、この帯は何かということですけども、私はこの帯はつまりは窓の枠ではないかと考えています。窓枠です。となると人間が持っている窓の窓枠とはかなり様子が違います。で、そのことは岩窟の聖母の絵を見れば理解していただけると思います。岩窟の聖母ルーブル版です。この絵の右、そして右上には火星の地下基地の様子が描いてあると私林博士は判断しています。この絵の中にも51、つまり火星を意味する11種ゲマトリアの数字が隠し込まれていましたが、それは今日のポイントではありません。この右を見てください。で、この地下基地と思われる物体、建物の表面には窓があるのが分かります。今黄色い線で示したのが通路です。そしてここにドーム状の建物があります。2段になっています。そしてここに窓らしきものがあります。私はこれを窓と判断しました。拡大してみます。さらに拡大してみます。つまりドーム状の地下基地の窓であると判断しました。まあ人間が使っている窓とはやや雰囲気が違いますが、この窓の中、内側に4人の人々がいて、そして窓の外を見ている。その窓の境目が左上のように映り込んだのではないかと私は考えています。つまり、この絵の両端にある帯状のものは、つまり窓のサッシということになります。透明のガラス板が角度を違えて互いにくっついている状態を想像してみてください。その時はちょうどこのように両端がですね、帯のように見えます。つまり今左で
黄色い線で示したのがその窓枠の端ということになります。つまり右のような窓枠がですね、左の絵のようになって映り込んだということになります。というようなことを言いますと、皆さんはそんなバカなというふうに思われるかもしれませんけども、いくつか外堀を埋めておきたいと思います。太陽系に住む ET たちは惑星の地下に住んでいると私は考えています。またその方が安全ということになります。で、この岩窟の聖母の右に注意してください。ここには奇妙な物体が描かれています。空には、枯れた葉のようなものが表現されています。つまり水中であることを示しています。そしてこの水色の枠で囲った部分に注意してください。ドームが上下2段になっていて、手前のドームが大きく、そしてその間には通路が描かれています。ドームには通路の影まで描かれています。そしてそのドームにはですね、窓らしきものが描かれています。そしてそのドームを支える支柱が下に描かれています。つまり私林博士はこれは地下基地の建物であると判断しました。で、この赤枠で囲った部分に注意していただきたいと思います。ここにドームがあり窓があるということですね。着色してみます。ドームが2段になっていて、そして通路の下には影までできています。このように見えますが、明度を明るくすると左上通路があり影が下に映っているのがわかります。ドームです。そしてそのドームにはこのような窓らしきもの、私は窓と判断しましたが、窓が表現されています。そして窓の、人間が使っているガラスの窓で考えるならば、ガラスとガラスがくっついている点が何かしらクリスタルのようにも見えます。そして下の方には支柱があるのはわかります。その支柱がドームを支えています。右の方に見えるのは私は温室のような建物ではないかと考えています。ともかくもこれは岩ではありません。岩か基地か、後の判断は皆さんにお任せしますが、私は地下基地と判断しました。もう一つ外堀を埋めておきます。これは聖アンナと聖母子の絵です。この絵の背景には火星の氷冠、つまり氷の冠が描かれていると私林博士は判断しました。つまりこの絵の背景はですね、火星の風景であるということになります。右は糸車の聖母子ですけども、やはり同じような景色が表現されています。糸車の聖母子の方はややぼかしといいますか、絵画風に仕上げてありますが、左の方は写真と考えています。右下が氷冠の実際の写真です。ただし右下のこの氷冠の写真は、観測機からですね、真上から撮られた写真ということになります。左は斜め上空から見た写真、あるいは絵ということになります。こうして照合してみると大変よく似ているということですね。色などには私の方では一切着色などはしていません。右下のですね、真上から見た写真を斜め上空から見ると左上のようになるのではないでしょうか。その様子がこのように一致しています。つまり聖アンと聖母子の絵の背景に描かれているのは火星の氷冠の様子ということになります。つまりレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家はですね、モナリザの絵の背景、そしてこの聖アンと聖母子の絵の背景に火星の
パノラマ風景を描いたということになります。これらの絵の中にはすべて51という数字が隠し込んであります。この西安と西母子の絵の中でも左中央あたりですね、ここに51という数字が描き込んであります。今それを赤で囲ってみました。51すなわち11種ゲマトリアで火星を意味します。岩窟の聖母、そしてモナリザの絵の中にも51という数字が隠し込んでありました。話を戻します。聖アンナと聖母子の絵です。この両側には奇妙な帯が描かれています。汚れではありません。よく見てください。向こうの景色が透けて見えます。そして右には地下基地らしき建物が描かれています。私はこれを地下基地と判断しました。通路があり、そしてここにはドーム状の建物があり、通路の下にはその影もできています。そしてこれは窓であると判断しました。人間が使っている窓とは違いますが、要するにクリスタル風のクリスタルを磨いて作ったような窓だということですが、よく見ると何かしら水の水面のようにも見えます。ここがポイントです。水面のようにも見えます。で、それについてリチャード・ドティがエリア51で働いていた上級職員ですけども、次のような証言をしています。それには私たちがつけた着陸ギアがついていました。というのも、その乗り物の構造には合わなかったからです。またそれにはほとんど液体のようにも見える重門、つまり窓のようなものがありました。あなたがそれを見たら、あなたはあたかも水を通して何かを見るような感じで窓の外を見たことでしょう。が、私は外観を見ただけで、その内部は見ていません。で、私はパポースで結論ということになります。聖アンナと聖母子の絵の両端には奇妙な帯が描かれています。他の絵にも描かれています。で、この帯は何かということですけども、この聖アンナと聖母子たちが火星へ行っていたということを考え合わせるならば、これらの人々は何かの乗り物に乗って行ったと考えるのは当然のことだと思います。その乗り物の窓の外の様子が描かれたとなると、この両側の帯はその窓の枠ではないかと私は考えたわけです。つまりその窓枠がそのまま写真のような形で絵の中に描き込まれたということになります。そしてその窓はあたかも水面のようであったとリチャード・ドティは証言しています。これはコップですが、コップの両端はこのようになります。そしてその両端を通してみると、ちょうどこの聖アンナと聖母子の絵の帯のような感じになります。私は台所で水を飲むためにコップの両端を見て、そして外の景色を見て、それを確かめています。左が聖アンナと聖母子の絵です。そして右が実際にコップを通して見た外の風景です。コップの端の様子と聖アンナと聖母子の絵の中に表現されている端の様子が酷似している点に注意してください。これが結論です。つまり彼らは宇宙船に乗っていたということになります。Jesus Christ, who descended to earth in the Renaissance, left many messages to us humans.
Some of these messages were here, being hidden in secret in some artist's masterpiece. Here you see secret numbers in the paintings, such as 51, 61, 81, and 131, which can be read in Jewish Gematria, 51 for Mars, 61 for God, 81 for Venus, and 131 for Inanna. Then you can see a panoramic view of Mars in some of Leonardo's paintings, as well as Mona Lisa and the planet Venus in Antonio Campi's painting. Also, Jesus shows himself as his own self-portrait in Saint Jerome and Maria herself. Then Jesus Christ, after 1500 years, gave a very important message to us human beings in the future, like us, that someday you will reveal these facts and you will know these facts. Then you will know what I was and then what you human beings are. 1500年後のルネサンスの時代に再臨したイエスは、さまざまな形で私たち未来の人間に多くのメッセージを残しました。その中の一つが絵画に隠し込まれた数字ということになります。これらの絵画の中には51、61、81、131という数字が隠し込まれていました。51は火星、61は神、81は金星、そして131はユダヤのゲマトリアによればシュメールのイナンナを意味します。ですからダ・ヴィンチの絵の背景には火星の風景、カンピの絵の中には金星がそれぞれ写真のように正確に描き込まれていました。つまりいつの日か君たち人間はこの事実に気がつく時が来るだろう。そしてその時君たち人間は私が何であったかを知るだろうと。それが1500年後のルネサンスの時代に現れたイエス・キリストから私たち未来の人間に残されたメッセージということになります。広し林、浜松市、ジャパン。Jésus qui est descendu sur la terre à la Renaissance nous a laissé, êtres humains, de nombreux messages importants. Certains d'entre eux sont présents dans des peintures d'artistes tels que Léonard de Vinci, Michelangelo et Antonio Campi. Dans les peintures de Léonard de Vinci, Jésus a laissé les numéros 51, 61 et 131, chacun signifiant Mars, Dieu et Inanna en gématrie juive. Dans le tableau d'Antonio Campi, vous voyez également le numéro 81 qui signifie Vénus. Ensuite, vous pourrez voir des vues panoramiques de Mars dans les peintures de Leonardo portant le numéro 51 et de la planète Vénus dans les peintures d'Antonio Campi. Vous pouvez voir le numéro 61 dans Saint Jérôme et le numéro 131 dans L'Adoration des Mages qui indique que Saint Jérôme sur la peinture est Jésus lui-même et Maria est Inanna elle-même. Croyez-le ou non, le moment est venu pour nous, êtres humains, d'accepter ces faits tels qu'ils sont. Puis Jésus dit, un jour vous connaîtrez ces faits et vous saurez ce que j'étais. Je comprends que c'est son message. Gesù che discese sulla terra nel Rinascimento ci ha lasciato, esseri umani, molti messaggi importanti, alcuni di loro ci sono in dipinti di artisti, come Leonardo da Vinci, Michelangelo e Antonio Campi. Nei dipinti di Leonardo, Gesù ha lasciato numeri 51, 61 e 131, ognuno dei quali significa Marte, Dio e Inanna nella geometria ebraica. Anche nella pittura di Antonio Campi vedi il numero 81 che sta per Venere. Poi puoi vedere le vedute panoramiche di Marte nei dipinti di Leonardo con il numero 51 e il pianeta Venere nella pittura di Antonio Campi.
Potete vedere il numero 61 in San Girolamo e il numero 131 in L'Adorazione dei Magi, che indica che San Girolamo nel dipinto è Gesù stesso e Maria è la stessa in Anna, che ci crediate o no. È giunto il momento per noi, esseri umani, di accettare questi fatti così come sono. Allora Gesù dice che un giorno conoscerai questi fatti e allora saprai cosa sono. Capisco che questo è il suo messaggio. Jesus Christ, who descended on earth in the Renaissance, left us human beings many important messages. Some of them are there in the paintings of artists such as Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, and Antonio Campi. In the paintings of Leonardo, Jesus left us numbers 51, 61, and 131, each of which means Mars, God, and Inanna in Jewish gematria. Also in Antonio Campi's painting, you can see number 81, which stands for the planet Venus. Then you can see panoramic views of Mars in Leonardo paintings with number 51 and the planet Venus in Antonio Campi's painting. You can see number 61 in Saint Jerome and number 131 in the Adoration of Maggie, which indicates that Saint Jerome in the painting is Jesus himself and Maria is Inanna herself. Believe it or not, now is time for us human beings to accept these facts as they are. Then Jesus says, someday you will know these facts and then you will know what I was. I, Hiroshi Hayashi, understand that this is a message from Jesus Christ after 1500 years in the Renaissance. ではもう一度最初から日本語で説明します。1500年後のイエスはルネサンスの時代に地球に現れて、さまざまな形で人間を指導しました。その中の一つが絵画に隠された数字ということになります。がしかしこの数字は私たちのようなですね、未来の人間に対するメッセージであったと私林浩氏は判断しています。例えば今ご覧いただいているのがセント・ジェロームの絵ですけども、この絵の中には61という数字が隠し込まれていました。61はユダヤのゲマトリアによれば神を意味します。つまりここに描かれているのはセント・ジェロームを題材にはしていますが、神自身の姿であるというふうに解釈できます。つまりここに描かれているのは神自身ということになります。61です。次に岩窟の聖母ルーブル版です。この絵の中には51という数字が隠し込まれていました。マリアの向かって左側です。明度を上げるとその字が見えてきます。普通では見えないと思われます。でここに51という数字が書き込まれています。51です。やや見にくいですが、他の数字と比べてみるとそのコンセプトが同じであることがわかります。つまり共通性を持ってつながっているということですね。51はユダヤのゲマトリアによれば火星を意味します。そしてモナリザの中にも51という数字が書き込まれていました。この部分を右に大きく拡大しました。そして左右を反転して明るくしますと、そこに51という数字が浮かび上がってきます。51は繰り返しになりますけども火星を意味するユダヤのゲマトリアです。ですからこのモナリザの絵の背景は上下反転してありますけども、火星の風景が正確に描かれています。上下反転してあります。で次に今度は聖アンナと聖母子です。この絵の中にも51という数字が書き込まれていました。この黄色い枠の中です。やや見にくいですが、
51という数字がこの矢印の間に見えます。51です。活字のように正確に描かれていますが、この背景はどこかということになるわけですけども、火星の風景と私は判断しています。つまりこの聖アンナと聖母子の絵の背景にも火星の風景が描かれていたということになります。それについてはもう少し後に詳しく説明します。そしてこれがアントニア・カンピの描いた、イエスの劇場の秘密と題された絵です。この黄色い枠の中にも、やはり、数字が書き込まれています。81という数字です。1569年ですから、ダヴィンチのずっと後の画家ということになりますが、やはり同じ手法で81、すなわち、十一種ゲマトリアによればですね、金星を意味する数字が書き込まれていました。ですからアントニオ・カンピの右上には金星が描かれていました。さらにこれはダヴィンチの作品のカーネーションの聖母マドンナ・ウィズ・ザ・ピンという題の絵です。この絵の中にも51という数字が書き込まれていました。この図だけではですね、51かなというふうにも見えますが、他の数字と比較してみるとこれが数字であることがわかります。この背景にも火星の風景が描かれていた、いたと私林浩司は判断しています。そしてこれは東方三博士の礼拝と呼ばれている絵です。ダヴィンチの作品と言われています。この矢印のところにその数字が書き込まれています。黄色い枠の部分です。そしてこの黄色い枠の部分を拡大し180度回転してみます。するとそこには数字が浮かび上がってきます。131という数字です。131はやはり十一種ゲマトリアによればイナンナを意味します。つまりここに描かれているのはイナンナですよという意味です。つまりマリアイコールイナンナ説、イナンナイコールマリア説がこれで裏付けられたということになります。131です。この数字の書体はですね、セントジェロームの中に描かれている61の書体と一致します。こうして並べてもう一度皆さん、しっかりと確認しておいてください。一番左の文字とですね、一番文字右の文字が、書体が同じということです。61は神、51は火星、81は金星、そして131はイナンナを意味します。つまりこれがですね、1500年後のイエスから私たち人間へのメッセージということになります。そして書体を比較してみてください。先ほどそうかなと思われる、岩窟の聖母の中の51などもですね、こうして比較してみると同じ書体で書かれているという点でやはり51と判断できるわけです。で、それぞれの絵について簡単に検証してみます。この数字が何を意味するかですけども、51は火星を意味します。そしてヤング・モナリザの絵の背景には火星の風景が正確に描かれています。従来下が山で上は空というふうに考えられていましたけども、下は崖で上は大地ということになります。その左の絵はですね、絵といいますか写真ですけども、これは NASA が火星で撮ってきた写真です。右はヤング・モナリザの絵の背景に描かれていた、私林浩司は火星のパノラマ風景であると判断している絵です。そしてこれがアントニオ・カンピの、絵ですけども、この中には81という数字が書き込まれていました。81は金星を意味します。ですからアントニオ・カンピの右上には金星が正確に描かれていたと私林浩司は判断しています。左がアントニオ・カンピの中に描かれていた、謎の物体ということになります。右が金星の実際の写真ということになります。比較してみると分かっていただけると思いますけども、アントニオ・カンピの絵の中には正確に金星の様子が描かれていたということですね。ただアントニオ・カンピの絵の方にはですね、もう一つオーバーレイの形で別の模様が書き込まれていますから、その別の模様は取り除いて考えていただきたいと思います。ともかくもこのように、その部分を、取り除いて比較すると、アントニオ・カンピは金星の様子を正確に描いていたということがこれで分かります。なぜこのような、絵をですね、アントニオ・カンピあるいはダヴィンチが描けたかなどという野暮な質問はどうかなさらないでください。つまりこれらの絵はですね、神すなわち
が書いたということですね。そしてこれが聖アンナと聖母子ですけれども、ここにも51という数字が書き込まれていました。そしてその背景には火星の様子が描かれていると私林博士は判断しました。つまり火星にもですね、このような風景があるということですね。右下がですね、火星の氷冠です。北極には、水もしくは二酸化炭素でできたこのような氷冠ができているということが最近の探査によって分かりました。中央下がですね、上空から撮られた氷冠の写真です。まあ、上はですね、斜め上空から見た、まあ、風景ですからやや間違って見えますけども、詳しく見ていくとですね、違いがないという点で同じと判断しました。色の感じも同じです。まあ、従来一般説によればですね、まあ、アルプスのどこかの一部だというふうに言われていますけども、私は氷冠の一部であると判断しました。つまりこのような形で、ダ・ヴィンチはですね、火星の氷冠を描いてその中に51という数字を隠し込んだということです。そして岩窟の聖母です、ルーブル版ですけども、この中にも51という数字が隠し込まれていました。そして右上を見ていただきたいんですけども、これは私は火星の地下基地の様子であると判断しています。空にですね、ドーム状のものが描かれていて、そして、空には枯れた葉っぱのようなものが描かれています。水中というふうに判断できます。そして今青枠で囲った部分ですけども、これは基地の様子であると判断しました。ドーム型のですね、まあ、建物が2つ重なって描かれていて、そのドーム型の建物から通路のようなものが伸びています。そして窓らしきものも表現されています。そして窓はですね、地球人の窓とは違ってですね、どこかクリスタル的な窓のような感じがします。皆さん自身の目で見て判断してください。で、結論ということになります。イエスはこのような形でさまざまなメッセージを残しましたが、特に重要なのが一番左の61、そして一番右の131ということになります。セント・ジェロームの絵の中に61という数字を書き込みました。セント・ジェロームを題材にはしていますが、これはセント・ジェロームではなくて神自身ということになります。そしてイエスイコールマルドク、そして右のマリアイコールイナンナであることを、まあ、このような形で示したということになります。そのことを知っていたのがジロジオ・バザーリということになりますが、この絵もまた1500年後のイエスによって描かれたものと私は判断しています。まあ、それはともかくもこの中にバホメットイコールマルドクイコールイエスが描かれています。向かって左側です。そして地球のような地球儀を挟んでですね、地球を挟んで向かって右側に羊が描かれています。すなわちイナンナ、すなわちマリアということになります。まあ、このような形でですね、まあ、1500年後のイエスは、まあ、この時代の世相というものをですね、私たち未来の人間に残したということになります。まあ、その証拠の一つがこの数字ということになるわけです。つまりこのような形で1500年後のイエスは私たち未来の人間にこのようなメッセージを残したということになります。いつの日か君たちはこの事実を知るだろう。その時君たちが私が何であったかを知るだろうとですね、と同時に君たち人間は何であり誰であるか知るだろう。そして君たち人間はどこから来たかを知るだろう。君たち人間よ、君たち人間は神の息子であり娘なんだよとです。
Race to Area 51, Wikipedia English writes as follows. The United States Air Force facility, commonly known as Area 51, is a highly classified remote detachment of Edwards Air Force Base within the Nevada Test and Training Range.According to the Central Intelligence Agency, or CIA, the correct names for the facility are Hermey Airport and Groom Lake, though the name Area 51 was used in a CIA document from the Vietnam War. The facility has also been referred to as Dreamland and Paradise Ranch, among other nicknames.The special use airspace around the field is referred to as Restricted Area 4808 North. Then, what is Area 51? Nowadays, more and more people have confessed about Area 51, what it is. Some do before they die, and some do alive.Mr. Richard Doty, an ex-special agent for AFOSI, or Counterintelligence for the Air Force Office of Special Investigation. Area 51とは何か？近年になり、より多くの人たちがAreA51について語り始めています。ある人は死のベッドで、またある人は死を覚悟して、元空軍特別調査機関 AFOSI の対情報活動のための特別エージェント、つまりスパイであったリチャード・ドティもその中の一人です。広し林、浜松市、ジャパン。スティーブン・ M ・グリアー博士が Unacknowledged という本の中でリチャード・ドティ氏の証言をまとめていますので、今日はそれをそのまま翻訳して皆さんにお聞きいただきます。リチャード・ドティの証言。リチャード・ドティは空軍特別調査機関 AFOSI の対情報活動のための特別エージェント、つまりスパイであった。8年以上にわたりリチャード・ドティはニューメキシコのカートランド空軍基地およびネリス空軍基地、つまりエリア51と呼ばれているが、それらの基地および他の基地においてUFO および外惑星人問題の任務を特別に担っていた。以下、リチャード・ドティの証言。私はネバダのテスト基地にいました。それは現在ネバダ安全サイト、つまりそこが現在エリア51と呼ばれていますが、当時はDET-3 テストセンターと呼ばれていました。私が1981年から1985年までそこにいた時にはエドワード基地の DET-3 テストセンターと呼ばれていました。エリア51には実際には2つのサイトがありました。 DET-3 のテストサイトとグルームレイクです。そしてそれからパポースと呼ばれる付属の施設もありました。そのパポースに地下基地への入り口がありました。私は対情報活動の上級士官としてそこで9ヶ月過ごしました。そこでは大変きちんとした仕事がなされていました。エリア51にも施設があり、ソビエトの衛星が上空を通過した時など写真が撮られないようにとレーザーを放ったり、ソビエトの衛星カメラを盲目にしたりしていました。
そこには2つの異なった複合建物があり、それらはすべて区画分けされていました。その中の一つにエイリアンの乗り物があり、また人間製の反重力エンジンの乗り物がある全く別のエリアもありました。地下施設の中に外惑星人の乗り物が格納されている施設もありました。その複合建物の地上部の端に反重力エンジンの ARV、 つまりエイリアンの再生乗り物が格納されていました。私がそこにいた間に私は反重力推進クラフトを見たことがあります。そのクラフトはあらゆる種類のタイプの形をしていましたが、彼らはそれを組み立て、それを飛ばそうと試みていましたが、その多くはうまく飛ぶこともなく墜落したりしていました。そうした乗り物を飛ばす契約をしていた主な会社には E システム社、ジョンソンシステム社、サンディア社、ライブモア社、ロスアラモス社、テクトロニクス社などがありました。 GE モノトーラ社については、モノトーラ社は巨大な施設を持っていて、その施設の中で ET の通信機器がどのように働くか、あるいは ET の通信装置がどうなっているかを調べていました。ロッキード社もそこにありましたし、ノースロップ・グラマン社もありました。当時は EG&G 社もそこに居を構えていました。ジン・ラスコフスキーがその EG&G 社のチーフでした。それでいつも彼は自分のことを安全オフィサーと呼んでいました。彼には多くのことが知らされていました。そのジン・ラスコフスキーは1977年から1991年までエリア51の安全チーフであったポール・マクガバンのようにたくさんのことを知っていました。ジン・ラスコフスキーは現在は引退していますが、フルタイムでそこで仕事をしていました。そのポールが DIA、 つまり防衛スパイ組織の計画とプログラムのディレクターをしていました。ポールは DIA の序列の中では第3位の地位にいました。私が目撃した地下サイトの中で、私は2機の乗り物が重力に逆らっているのを見ました。それは卵型のものでした。大きさは多分10フィート ×20 フィート、つまり3メートル ×6 メートルくらいでした。あまり大きくはありませんでした。それには私たちがつけた着陸ギアがついていました。というのも、その乗り物の構造には合わなかったからです。またそれにはほとんど液体のようにも見える重門、つまり窓のようなものがありました。あなたがそれを見たら、あなたはあたかも水を通して何かを見るような感じで窓の外を見たことでしょう。が、私は外観を見ただけで、その内部は見ていません。で、私はパポース複合施設ではもう一つの巨大な乗り物を見ました。その施設の中を下へ降りていくと、それは右側の最初のベイにありました。巨大な乗り物です。その乗り物はどこか墜落した古い乗り物のように見えました。というのも、壊れたような箇所があったからです。が、その表面及び全てが奇妙に見えました。それは私たち人間が組み立てたようなものには見えませんでした。パポース地下基地へと入り、下へ降りていくと円形の実際
馬蹄形の形をしたランプ、つまり移動型昇降階段のようなものがありました。そこからはハンガーセブンの近くのエリア51南西角に向かう四方八方に伸びたそれぞれの場所に向かう枝分かれした通路になっていました。途中にエレベーターがあり、区分けされた上下空間がありました。バッジをつけていなかったらあなたはその中に入ることはできません。そこではすべてがバッジシステムになっていましたし、そのバッジがなかったらそれらのいくつかの中には入れない仕組みになっていました。つまりバッジがなければ限られた空間へしか入れませんでした。前にも話しましたように、もしあなたがエイリアンの乗り物について携わっていたら、人間が作った反重力エンジンの乗り物に携わることはないという仕組みになっていました。1980年に私は何か全く異なったものについての説明を受けるためにライト・パターソン空軍基地に行きましたが、そこにいる間に私は今までここに話してきたことに関して説明するように求められました。そしてある施設、つまり地下施設へと連れて行かれました。私たちは階段を降りランプを降りましたが、そこは巨大な空間でした。私は実際は見ていませんが、後になってアーニ・ケラーストラス氏からそこにはエイリアンの死体があると聞かされました。またさらに後になってからその死体についての極秘マニュアルの中でそれについて読んだことがあります。